皆様、春花吉明でございます。寒い朝になりました。しかし、私様のこの集団は全く火のように燃えているところでございます。諸先生方にご尊徳な身に余る応援をいただきましたことに心から恐縮し、しかしそのお言葉一つ一つにしっかりとお返しをしなきゃいかんな、その期待ですね、 しっかり答えていかなければならないこういう気持ちで今立っているところであります。改めまして、この度の衆議院選挙に立候補させていただきました。朝7時から三社参りをさせていただきました。春日神社様、太宰天満宮様、そして二日市八幡宮様、それぞれの神様からしっかりやれ、こういうお言葉を いただきまして、私も本当に身が本当に縮むような、しかしその言葉にしっかり答えないかんな、こういう思いで今立っておるところでございます。もうすでにお話もございました。そしてまた総理大臣麻生総理からもご尊徳なまた励ましのお電報をいただいたところでありますけど、何としてもこの選挙は強い 日本経済を取り戻す、この一言に尽きるのではないかと、こう思っております。この2年間、いやー、確かにびっくりしました。4年間の会期ですから、まあ、あと1年ぐらいあるかな、心の底ではですね、まあ、多少そういうことは思っておりましたけれども、しかしさすがに、2年も経たないうちに解散するとは、私ども、いや、私ばかりじゃなくて、おそらく全ての、 国会議員、衆議院議員がですね、思っていたに違いありません。 11月の初め頃、そういう話があった時、みんながまさかと思っておりましたが、いやいや、 11月の21日、 その段が下ったわけであります。下った以上はそれにしっかりと答えなければいけない。これが私の仕事でございます。この選挙、経済をいかに再生するか、財政をいかに再建するか、 そしてまた地方をどう創生するか、様々な課題はあります。そしてその一つ一つ、私ども自由民主党は、そしてまた私政治家としての私個人が、どれような日の燃えるような対応をするか、これがこれからの私どもの課題でございます。まあ、経済だけ取れば、先ほどからお話もございました、確かにこの2年間、 それまでの3年半、民主党政治がいかにひどいものであったかということを改めて感じますけれども、この2年間に、まずはデフレ経済がおおむね脱却することができた。インフラ整備もですね、相当しっかりとなってきた。さらには、株価も2倍を起こすような状況になってきました。雇用、 給与、それについてもですね、間違いなく世の中のびっくりそうな水準に上がってきたところであります。例えば、失業率 3.75 と今言われております。大体日本の失業率は 4.45% ところで進んでおったわけであります。諸外国先進国は大体 8% から 10% の間をうろうろしています。その日本が 3.75% のところが来ている、 いうのはですね、おそらく世界の経済から見ても、ほとんど奇跡に近いものではないか、この奇跡こそ、私どもはアベノミクス3本の矢が今、達成しつつある、ただ、大事なことは、この4月の消費税アップ、これが思ったよりも、思ったよりも、セットバック、その落ち込みが激しかった、4月から5月までは、大体、当初の計画では、予定では、 5% 前後ぐらいの落ち込みがあるかなと。これは7.2%とか落ち込みました。それはずっと今日まで、それが続いているという、そこが今、私どもの経済が抱えている一番難しい所であります。しからば、消費税を少し先延ばしをして、なんとしてもこの間に、経済成長、成長戦略を加速しなければいけない。これが今回の選挙の最も大事なポイントでございます。それに、私どもはもう、これから2年半、
少なくともどんなことがあっても申し入れにはできません。平成29年の4月1日に必ず 10% の上がるわけであります。その時にまた提供人から少し先延ばすということは、今回の安倍祭壇においてこれが完全に断ち切られたところであります。それゆえに私どもはこの選挙を終えたらどんなことがあってもこの景気経済をですねしっかり持ち直さなきゃいけない、国民の皆さんの負担に応えなきゃいけない、これが私どものですね決意であり、今回の選挙の一番大事なところであります。外交安全保障についてもしっかりであります。先ほどランダムさん、ランダムヨークさん、私は顔を映ってるんですけど、名前を改めて今日ですねお聞きしたんですけどね、ヨークさんっていうのはね、ヨークさんがね本当に日本の国家としての誇り、主権、領土、領海、こんなことがあっていいでしょうか。あの小笠原沖でのサンゴの密漁、こんなことを私どもが許していいだろうか。このことについて一番強い怒りと断固たちの対抗措置を取るべきと発言したのは原田義昭、その人であります。こんなことをですね私どもは決して許すわけにはいきません。何としてもこの選挙そのことを訴え、国民の皆さんにですねいかに我々が目には見えないけれども主権というものをですね我々を大事にしているや、その上に我々が生かされているんだということを私どもはこの際にですねしっかり認識しなければならない、こう思っているところであります。日中の首脳会談も11月の15日に行われました。まあ外交は私はですよ、外交はアベノミクスの間でしっかりと回復していくんだとこのことは思いますけども、しかしその過程でですねこの日中首脳会談、また日韓地で行われていません、さまざまな課題、私は言いたくのが1時間ぐらいかかって説明することがありますけどね、ただその場でありません、いずれたしましても断固として日本の主権と誇りを取り戻すんだ、こういう観点からもこの選挙をやりたいなと思っております。私は正しく強くという標語を掲げております。これは私の政治信念であり、私の政治家である限りそのことを追い求めております。正しくなくて力がある、これは暴力であります。力がなくて正しい、これは単なる無力であります。正しくなくて力があることは暴力である、力がなくて正しくてもこれは全くの無力である、これはインドの独立の父マハトマ・ガンジーが常に言っていたことであります。まずは正しく主張しなければならない、いかなるところでも正しさ以上に強いものはありません。しかしその裏にはしっかりとした力が、実力が伴わなければ必ずそれはないがしろにされる、無力でしかないわけであります。そのことをガンジー教は世界の特に困った弱い蔑まされた国民に対してそのことを言い続けました。正しいためにはまずは力をつけなければならない、私は今の日本の内政も外交もしっかりだと思いますけどね、正しく経済を運営しているのはそれだけでいいわけじゃありません。何としてでも国の力、その力を国際社会の中でしっかりと広め認識してもらわなければ、まさに小笠原の三度の密漁につながるわけでありますから、まあそういうことも私は皆さんとこの限られた期間にしっかりと訴えていきたいなと思っております。私はこの度農政連の皆様、公明党の皆様からもしっかりとご推薦をいただきました。この2年間私は十分なことやってくれるかどうか分かりませんけど、それでも本当も頑張れ、まだまだ足りない部分はしっかり注文つけるぞ、こういう観点から農政連の皆様、また公明党の皆さんからしっかりとご推薦をいただいたところであります。ただいま公明党の代表者からですねご高得な推薦状をいただきました。いや私はもう今回はダメかなと実は心配をしとったんですけどね、本当に胸万感迫る思いがいたします。まあ、公明党さんの話をいたしますとですね、
まあ、2年前の選挙ではお話の通り449票というですね、もう本当に後から考えればなんで自分たちがあの票を集めなかったと、こう思う票でですね、4人目の大事な議席を失いました。まあ、そのゆえに皆さん方からですね、人についても一緒に、まあ、残念かもしれないというわけでありますけど、大事なことは私ども自由民主党は公明党の皆さんからですね、これ私の数字でいきますと大体3万から4万のしっかりとした応援票をいただいているわけでございます。じゃあ我々もと少なくとも考えますとね、どう計算しても大体6000票ぐらいが精一杯なんです。ですからね、そういう意味ではね、随分私どもは本当にそのことに対して怨念を感じている。いや、必ずやどっかの機会でですね、それをお報いせないか、そういうような思いでですね、我々はおるところでありまして、そういう意味では今回の選挙も、まあ、ここも一生懸命やりましたけど、私どもからすればですね、この地方小選挙区では原田義行よろしくお願いします。同時に比例代表では公明党の皆様もよろしくお願いしますということをですね、言って言って言い過ぎようと、こういうふうに思っているところであります。まあ、農青年の皆さんについてもしっかりとあります。 TPP やら農協の改革、大変な改革の議論が進んでいます。私は一方では大事だなと思いつつもですね、しかしあまりにですね、現状を無視した、歴史や文化を無視した、そういう改革では決してうまくいかない。そういう意味では先ほどランダムさんがですね、私にね、そこは一番ハルトさんというのは常識的で問題ない性格を持っている、しかしやることになる、こういうことを言っていただきました。私はこの改革議論についてもですね、しっかりとこの大事なところを着地点を置くように私は頑張りたいなと、こう思っております。各位、私は実は柔道6段であります。まあ、囲碁も3段で、将棋も5段なんですけどね、例えばみんな13段になるんですけども、まあ、なんか一つ目指せば必ず凝ってしまってですね、まあ、そういう状況でありますけども、いずれに対しましても皆様方にこんだけのこの寒空、この雨のところ集まっていただきました以降は、何としても今度の選挙立派な目標で勝ち逃していただきたい、心からお願いを申し上げまして、大変そうでございますけども、私からの話とさせていただきます。本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。はい、あなたご報告頑張ってください。それではここで必勝コールを行います。この寒さを吹き飛ばすようにですね、須山義久様、自由民主党太宰府市支部長、青年部長で、青年部長であります須山様よりお願いをいただきたいと思います。皆様ご起立をお願いします。皆様おはようございます。今回の選挙、安倍政権そして原田候補に対しても大変厳しい選挙となっております。しかしながら残り12日間、皆様のお力を結集していただければ絶対に勝てる選挙でございます。最後の最後まで共に頑張ってまいりましょう。それでは先生ございますけども、必勝コールをさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。それでは原田義明候補の圧倒的な勝利と自民党公明党の勝利を目指して頑張ろう。ありがとうございます。